皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の歴史、室町幕府の三代将軍足利義満についてお話します。この足利義満は足利尊氏の孫です。足利尊氏は鎌倉幕府を滅ぼすとき、京都で六原丹大を攻めて滅ぼした人ですね。その人の孫なんですね。お父さんは二代目の将軍足利義昭でした。この義昭が病気で亡くなった翌年、1367年に11歳で三代目の将軍になっています。でも11歳若いですよね。将軍としてなかなか仕事をするのは難しいのです。で、足利義昭お父さんですね、これ病気になって自分の命がもう短いと分かった時、信頼できる家来を呼びます。同じ足利一族の細川頼之です。この細川頼之に自分が死んだ後は自分の息子のことを頼むと遺言をするんですね。このためこの慣例の細川頼之、この人に支えられて義満はまず将軍を務めた。そして京都の室町に豪華な将軍の邸宅を建てて、ここで政治を行います。この邸宅、四季折々の花が咲いていたので花の御所とも呼ばれています。この室町の邸宅で政治をしたので、この足利氏が作った幕府を室町幕府と呼ぶようになりました。慣例の細川頼之、幕府を強くするために守護たちにいろいろ要求をします。そのため守護の中に頼之に反発する、そういう人たちが出てきて、義満は泣く泣く頼之を慣例から外しました。これはなぜかというと、この時代まだ南北朝の騒乱の時代です。南朝と北朝がこう争っているわけですよね。そんな争いの中で幕府の内部で対立が起きて、また争いが起きると困る、こういうことで頼之を慣例から外したんですね。でも義満この時考えました。守護がこのまま強い力を持つようになったら、自分の将軍という地位も危ないのではないか、ね、こう考えたんですね。このため守護の力が強くならないようにするにはどうすればいいか、すぐ行動に移します。1385年から1389年まで、ね、全国をめぐって地方の様子を調べました。この地域はどうなっていると、この地域はどうなっていると、ここの守護は誰でどんなことが起きていると、ね、こういうことを調べたら歩きました。これが守護対策で、すぐにその守護対策やるんですね。1390年、ね、時氏という、ね、強い守護がいました。この時氏、美濃と尾張と伊勢の守護職、3つの守護職をしていたんですけれど、ここの時氏の内輪もめにつけ込んで、時氏から尾張と伊勢の守護職を取り上げたんですね。時氏は3つあった守護職2つ減らして美濃だけにさせられてしまいました。さらに翌1391年、11カ国を支配していた山梨という守護がいました。この山梨、11カ国も支配しているので内部の結びつきが弱かったんですね。そこで山梨の対立を煽って、11カ国あったのを8カ国の守護職、これを取り上げて、ね、3カ国だけしか残さなかった。11が3カ国になったと。このようにして守護の力が強くならないようにしていったんです。このため義満は守護たちから少しずつ恐れられるようになっていきました。でこの頃朝廷の力も弱くなっていました、ね、北朝の力の弱体化、これはどういうことかというと、朝廷は守護とか幕府の力を借りないと土地からの収入も得ることができない、または朝廷の儀式も自分の力だけではすることができない、そのような弱くなっていたんですね。そして南朝もですね、もう60年間くらい南北朝の騒乱続いているので、もう南朝に味方する武士、これが減少していたんですね。もうみんな戦いたくないという気持ちがいっぱい出て、
もういいよと南朝に味方する武士、これが減少していました。これを知った義満、ね、今2つに分かれている南朝と北朝を1つにまとめるいいチャンスだ、いい機会だと思ったんですね。そして行動して義満が南朝と北朝を合一させる、一つにまとめられることに成功しました。条件を出したんですね。条件、どんな条件かと。南朝と北朝があって、まずは最初の天皇北朝から出しましょう。南朝は、上位するという形で天皇を譲って、ね、まず北朝は天皇を出しますよと。そしたら次の天皇は南朝から出してください。そしてその次の天皇は北朝から南朝から、こういう交互に行きましょうと。また領地もあげますよと言ったんですけど、これ約束守られませんでした、ね、天皇は北朝からばかり出るし、領地はもらったんですけど、実際には支配していたのは守護なので、朝廷南朝の人はどうすることもできなかったんですね。そして起こった南朝の五亀山法王、これは吉野に帰ってしまった、ね、でもこの法王にももうそこに朝廷を作る力は残っていませんでした。そして義満、朝廷の高い位にどんどんついていって、武家だけではなくて公家も支配する、そういう力を持つようになりました。こうやって南北朝を合一させて南北朝の騒乱を終わらせた義満ですが、1394年に37歳で将軍の位を息子足利義持に譲って、自分は太政大臣になります。太政大臣聞いたことありますよね。武士として初めて太政大臣になったのはあの平清盛ですよね。そして武士として2人目に太政大臣になった、これが足利義満なんです。太政大臣というのは朝廷の役職の中で一番高い位でしたね。これにつきました。でもね、この太政大臣になったんですけれど、その翌年には義満太政大臣を辞めてしまって出家します。出家とはお坊さんになることですね。お坊さんになったので名前も道義というようになるんですけれど、ここから先道義って使うと誰の話かわからなくなるので、義満のまま続けますね。でも出家したから、引退したからといって政治から手を引く気持ちは全くなかったんですね。次にやったことは何かと、北山に政治の本拠としての館を建てました、ね、これ北山殿とか北山邸って呼ぶんですけれど、皆さんはよく知っているのはこの北山邸のシャリデン、これは金閣なんですね。六音寺金閣なんてお寺の名前がついていますが、お寺になったのは義満が死んだ後で、この時にはまだお寺ではありません。でもシャリデンというのはお釈迦様の骨を祀るところですね。ですからこの金閣は三層になっていて、その一番上の三層、つまり今で言ったら三階ですね、そこにはお釈迦様の骨を祀ってあるということです。でこの北山で、北山殿、これを作るのにかかったお金、今のお金だと600億円と言いますから、すごくお金をかけて作ったんですね。そして義満が目指したのは院政です。この人分かりやすいんですよ。この人の性格を一言で言い表すと、頭が良くて行動力があって派手好き、こうなりますね。で派手好きっていうのは自分がこうしたいっていうのをすぐ人に見せるんですね。ですから義満、朝廷での席次とか衣服とか外出する時の行列、これ全て法王と同じ形にしたんですね。俺は法王のような政治を幕府でするんだよと、院政のような政治を幕府の中でするんだということを外にアピールしたんですね。見て分かるように、はっきり分かるように示したということです。でそういう中で、ね、商人たちから要求で中国と貿易をしてほしいと。この頃日本は中国と貿易はしていません。国交はありませんでした。
遣唐使を廃止して、その後元寇といって元が攻めてきましたよね。ですから中国とは貿易してなかったんですね。でも元がね、北方に追いやられて明という国が中国にはできていました。この明と商人たちは貿易をしたいということで、義満に、開国して貿易してくれよとお願いしたんですね。と義満はこの明との貿易を行うために明に使者を送るんですが、これ認められませんでした。最初なぜかというと、明というのはこの頃、倭寇の対策のために朝貢貿易、貿易の形を朝貢貿易という形を取っていたんですね。朝貢貿易というのは、明と貿易したければまず明の家来の国になって、ね、家来の国が明の皇帝に贈り物を贈ると、ね、貢ぐ、そしてそのお返しとして明から品物をあげるよと、こういう形を取っていたわけです。ですから皇帝と国王という立場でなければ国交は結ばないと、こういう理由で断られたんです。義満は武士でしたね。武士というのは朝廷に仕える家来、明はそう考えたんですね。ですから家来となんか貿易できないよと、ね、断ったんです。そうすると足利義満、1401年に天皇というのはね、宗教上のトップで実際に政治を行っている自分が日本国王であるという内容の国書を、ね、使者に持たせて明に送りました。そうすると翌年の1402年、明の皇帝から義満を日本国王と認めるという返事が来たんですね。そして1404年には日本国王の印とハンコですね、ハンコが明から送られてきました。でこの1404年から日明貿易がスタートするわけです。日明貿易開始、これが1404年なんですね。この日明貿易、漢語という蓋を使っていましたよね。漢語符というものを明から日本に送られてきて、その貿易船一隻につき月1枚ね、こう渡されて、その札を持って明に行って貿易をした。ですから日明貿易のことを漢語貿易とも呼びますね。でこの漢語貿易、日明貿易、実は幕府は莫大な利益を得ていました。実際に朝貢貿易というのは、日本が明に贈り物をすると、それ以上のものを明の国が お返しにくれるんですけれど、でももっとすごかったらしいです。実際の例、具体的な例を見ると、日本は銅を明に持って行って輸出したんですね。日本から持って行った銅、これは日本の原価の4から5倍の値で引き取ってくれた。わ、これもすごいですね。儲かりますよね。さらに明からは生糸とか絹織物、日本は輸入していましたけれど、この生糸や絹織物ね、原価の20倍で日本で売れたんですね。めちゃくちゃ儲かりますよね。ですから幕府は莫大な利益をこの貿易で得ていたわけです、ね、しかし1408年日明貿易が始まって4年後ですね、絶頂にあったこの足利義満ですが、なんと病気で亡くなってしまいました。今回は室町幕府の3代将軍足利義満についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。